いやー、耳に心地よく、そして目に麗しく。いや、まあどの写真もね、それぞれに素敵でしたけど、今までこのアーシャといい、この写真といい、何ちょっとやばい路線に、新しいニューカゼはやばい路線に行ってるかな。もう本題と全然関係ない。カゼ君のあり方が、あのアーティストとしてのあり方がもうあのすぐ分かる人には分かるんだなっていうね。はい、おはこんばんち、お元気ですか、鼻聞いてますか、気持ちいいよね。相変わらずずっとうーんって聞いてますけど、あの今ちょうどこの曲は世界に向けて配信されたけれども、ミュージックビデオがまだで、で普段そのミュージックビデオにちゃんとこの風くんが監修したというか、ご自身が訳した責任を持って出しているあの英語訳が出ますよね。で今まだその状態にないじゃないですかね。あのそうじゃない、だから日本語を話せない海外の人にとってはまるっきり外国語のものを聞くっていうね、一番最後のとこ以外はね。やっぱりその My flower is here っていうのは、そのあの自分の大事なあの彼女のこととかっていうふうに撮ってる人も いるぐらいの感じで、それぐらいのヒントしかまあないわけですよね。でもその状態で聞いてる人たちが、あのもう本当にその映像でもなく、そして言葉でも歌詞でもなく、音楽だけで、風くんの声、歌だけで何を、うん、感じ取るのかなって、ちょっとすごい興味があって、まあ、いろいろ見てる。で、まあ、前回ご紹介したような、ちょっとあの、大御所の YouTuber さんたちはまだ上げてなくて、多分その、ミュージックビデオが出るの待ってらっしゃるのかなとかいう気もするし、まあ、忙しいからね、そんなすぐには出せないっていうのもあるのかもしれない。その道すがら出会ったのがね、ボスコーさんという方で、実は前回ご紹介した、あの、海外の YouTuber はこんな風に反応しているっていう動画あげましたけど、その中でも取り上げさせていただいたんだけど、この方は前回の風くんのあのワーキングハードのミュージックビデオを見たのが風くんに触れる一番最初だったんですよね。でなんかどうもその番組の進め方としては、まあ、それもよく知らないですけど、こう生配信をしながら新しい曲を聴いて、そのリアクションをしながらあのファンの人と交流してるって、そういう形をやってらっしゃるみたいなんですよ。で、まあ、そんな風にワーキングハードも行われたんですよね。で最初のうちは軽くやって出したんだけど、だんだん聴いていったり、その歌詞を見ていくね、ええってなっていって、で、まあ、あの最終的にはなんかたまに、なんで俺この人今まで知らなかったんだろうって、たまにこういうのに出会うよねって言ってちょっと興奮してらして、でたとえ彼の曲がこのワーキングハードと全然違うものであったとしても、なんか聞きたいな、藤井風っていう人の曲聞きたいなって言って終わったんですよ。そしたらなんかあの それに対する反応がバーッと来て、だったら死ぬのがいいわを聞いてほしい、そのリアクションやってほしいっていうのがすごく多かったらしくって、それ今一番最新の彼 あのチャンネルの動画として上がってるのは、まあ前の曲にはなるけれども、2020年の武道館で の風くんのパフォーマンス、死ぬのがいいわの動画へのリアクションっていうのを生配信中にやってらっしゃる、まあ、その動画が今上がってて、あのなんかちょっと変な役ではあるけど、一応日本語訳も出てくるからね、あのそれで皆さんご覧になればいい話なんだけど、あのただなんか私うわーってすごいなと思ってね、私にとってもすごい大事なとこだったから、あのちょっと今日はそのこと喋ろうかなと思ってるんですけど、いつもそうやって彼はこう止めながら行くじゃない、あの、ね、毎回ここがいいねとかどうだねとか言って、はい次行きます、あここからねってやるはず、ところがなんかこの曲の時なんかずっと聞き込んで、んとかうわっとかと顔の表情を見てるだけでも楽しいんですけど、もうなんかふーっていう感じで終わって、自分であれ俺今日止めたっけ、なんか喋ったっけとかっていうぐらい、あのまさにこう曲に入っていったっていうか、すごいスピーチレス、なんかもう言葉が出ないみたいな感じでご覧になってたのが伝わってきたんですよね。でその最終的にあの、まあ、感想を言うっていうところになって、まあ、あの多分その今まで藤井風さんをずっと追いかけてきた人から、人はどう思うのかわからないんだけど、自分はこれ2回目風くんと触れ合うのがね、2回目の動画
それだけのことで言うのでちょっと推測してみたいと思うんだけど、間違ってたらまあ教えてみたいな感じでね、そういう前置きをしながら、そのなんで喋れなかったかっていうと、この今自分が感じていることをどう言葉にまとめたらいいかなってずっと考えてたそうなんですよ。でそれはそのでもね、こうやって言葉にしようとするとなんかもうやたら大げさな感じに聞こえちゃうかもしれないから、いや困ったな、どうしようか、どう言ったらいいかなってすごい悩みながらね言ってくれたことなんですけど、それはね、多分この人はベッセルってこう器、中が空になっているこういう器、筒とかね、そういう入れ物とかね、そういう意味ですね、そのベッセルなんじゃないかなって。たまにこういう人がいると、そのここにあるエモーション、アート、そういうものをこう持ってきて上手にそれを翻訳して、あの見る人聞く人にこう届けることができる、そういう才能を持った人で、しかもそのもちろんこの舞台の上でパフォームしてるんだけど、そのやってる時にウォーとかウワーとかやってるっていうことを観客は見ているのではないと、そういうんじゃない、もうそのここにあるものを見てる方が この人じゃなくて、目の前にパフォーミングしてる人じゃなくて、彼が出そうとした、伝えようとしたそこをそのままあの感じることができるっていうね、アートの形にして、そういう稀な人なんじゃないかと、ね、こう難しいね、そう彼もその難しいことを言おうとしてるし、それをあの英語で言ってることをまた日本語で理解しようとしてるから余計難しいんですけど、おそらくね、あの言ってもうね、まさにね、彼はインストラメントだね、まあ、楽器と訳していいのかちょっと分かんない、ミュージカルインストラメントっていう言い方、楽器だったら音楽のインストラメントとか、何病院で使う道具だったらあのメディカルインストラメントっていうような言い方をするから、まあ、道具とかツールとかっていうのにも近い意味で使ってるかもしれないし、楽器っていう意味で使ったかもしれない彼がね、それちょっとこの子だけ聞いてみないと分からないんですけど、まあ、楽器と言ったとしましょうかね、ただ単に ここの歌がどうのとか、そういうレベルではないと、もうその声の使い方から歌詞からもう全てのパフォーマンス全体、もうそれを使って、もうそれが大きなこう波みたいなもんで、その聞かせてもらう人間たちはそこにふわってこう一緒に乗っかっていったっていう、そういうものがあったよっていう言い方をしてて、なんかもうたった2回しか見てないのにね、2つの曲を1回ずつしか見て動画で見てないのに、あのすごい表現だなと思って、なんかちょっと感動しました。無理やりすっごい頑張ってそれをやってるとかじゃなくて、もうはぁって軽々とやってのけ、私たちもそれに軽々と乗っかっていくっていう。でそのちょっとその家族が歌っているところのアップをちょっと止めてね、あのご覧いただいたら分かるけど、あのそれでその例えばこういう表情を見てもそこに激しい表情がない、だからその見ている方はパフォーマーの演技とかすごい表情とか、その視覚的刺激ではなくても聴覚的な刺激のみそこにいるんだけど、見てるんだけどね、でも彼のその音楽のライブであっても、あの音楽の刺激、その情報だけで連れて行かれてるっていうところがね、もうクレイジーに深いと。イエーイ。これはまたこの方もここから沼に入っておいきになるんじゃないかと思いますけど、なんかそのそれがすごく嬉しかったっていうのがね、あのこのベッセル、ね、器、管とか、ね、楽器であるとかね、もうそれね、あの昔から追っかけてる方はあの時あったよねってお思いになると思うし、新しい方でね、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないからね、そうだよなっていう、私もなんかのこういう動画を上げたりしましたけれども、ちょうど2年前ですよね、日産スタジアムで彼が観客のいない無観客のフリーライブをやってくれた時ね、24歳まだまだお湯しも来い、2年前、ただたった2年前っていうぐらいの活躍上昇ぶりだけれど、まあその2年前もそれでももうすでにすごかった。その時にあのこの時もビルボードジャパンの方がインタビューをなさっていて、
で、これだけこうしっかりしたインタビューっていうのはある意味風くん出てきてから初めてだったんじゃないでしょうかね。フリーライブへの思いとか、あれを体験してどうだったかとかいうようなことがずっとご質問にあって、で一番最後のところにね、聞いてる側としてはいつももらってるばっかりでね、風くんは一体何を糧にいらっしゃるんですかみたいないい質問があって、カズ君ご自身がね、いやいや曲や作品に触れてくれる人がいるだけで嬉しいです、実際すごく恵まれた活動させてもらえてるんで、自分が納得いく作品をリリースすることができて、それをリスペクトする人たちと一緒に作ることができて、それをちゃんと受け取ってくれる人たちがいるだけで十分というかっていうのの続きに、自分はただの道具であって降ってきた曲をシェアしているだけです、SNS に投稿する感じで曲を出しているし、ライブもその空間や自分の考えや自分ができることをみんなとシェアするもんだと思うから、その機会を与えられているだけで完成していますという返事をしているんですけど、まあ、この中にその出てきたね、自分はただの道具であって降ってきた曲をシェアしているだけなんですっていうね、それのちょっと前に出会ったんですけど、まあ、その時からいやこの人は絶対こう受け取ってそれを出すっていう、そのためにどんだけ自分をこう いかに自分をきれいにしておくかということを日々やってらして、でその受け取ったものをスッと出すんだけど、そのスッと出すにもね、その道具っていうかで、ね、弾く力や歌う力、そういうものを磨いてっていうね、そういうこうパイプとして精進している人なんだな、なんじゃないかなって思ってたのが、ここでやっぱりって思えて喜んでたっていう、ね、そういう記憶があるんです。で、一番そのインタビューの中で一番最後にね、10年20年先の長い目で考えた目標はありますかという、質問にですね、これは生竹真理子さんというねインタビュアーの方の質問に答えて、いい道具であり続けられる限りは精一杯いい道具であろうと思います、この道具が錆びつかないようにお手入れ していこうと思っています、自分をアップデートしていい楽器でいられるうちはずっと頑張りたいですって言ってね、もうこれが2年前ですからね、今の風くんに聞いたらまた少し違う言葉を返ってくるのかもしれないけど、アップデートはしたとしてもこの本質の部分は変わってらっしゃらないんじゃないかなと思ってね、でもそういうことを海外の人がいろんな情報をないままにですよ、ワーキングハードのミュージックビデオとでその方のチャンネルの視聴者さんからのリクエストで旬のが映画の武道館のこの2つを見て聞いただけでパンってそれを感じたっていうのはね、すごいなぁと思って、やっぱり関係ないね、いやこの家族の言葉メッセージがすごくいいから、言葉って私ずっと思ったりもしてたけど、もちろんそれも大きなことではあるけど、だけどなんかそれだけじゃなくって それに加えてもっと大きな部分でもうその伝わるんだ、もう風くんの在り方がアーティストとしての在り方がもうすぐ分かる人には分かるんだなっていうね、まあ、そんなんで嬉しかったっていう話をちょっとシェアさせていただきました。ぜひロコさんのちょっとなんていうの、オートで訳してる日本語訳が出てくるから変な感じするかもしれませんけど、まあちょっと私が言ったようなことと加味しながら見ていただくとよくわかるかなと思いますので、ではうちのチャンネルも登録よろしくお願いします、まだの方。それでは。